はい、皆さん、こんにちは。こんにちは、聞こえますか？ ああ、すごいね。なんかね、こんな、まさかオンラインで皆さんとこうやってつながれるとは思いませんでしたけど、前10月に1回行って皆さんと授業をやりましたね。覚えてますか？はい、その時一緒にやりました、宮内泰乃です。もう一人、増田さんも一言。皆さんおはようございます。こちらも、そうですね、今日は私の、ガムラン部屋から、お送りしております。あとで、皆さんとに、ガムラン演奏す、どういうふうに演奏したらいいのかっていうのをお伝えするときに、私もこちらの方からガムランを使って、演奏の仕方などをお伝えする予定です。よろしくお願いします。はい、松田さん、お家にガムラン買って、ガムランの部屋でやってくれる。はい、この間10月に私たち行きましたね。で、あとね、今日はちょっと言いませんけど、飯田先生、飯田のいいちゃんも一緒に行きましたけど、その時お話ししたように、私、皆さんと3月まで練習する新しいガムランの曲をお約束通り作曲しました。で、さっき鍋島先生がお話ししてくれたみたいに、カメカメクラクラという名前の曲を作りました。で、一番春の東小学校に行って印象的だったのが、ちっちゃいカメさんたちがいっぱいいて、その泳いでる姿がすごい可愛かったので、あ、じゃあやっぱり春の東小学校といったらカメさんだなと思って、そのカメさんをテーマに、ガムランの新しい曲を作りました。で、本当はこの年明け、皆さんのとこに行って一緒に、じゃあこういう曲ですよって言って練習をしたかったんですが、まあ皆さんもよくご存知の通り、今コロナウイルスが大変ですよね。で、私たち東京に住んでるので、結構いっぱい感染者が多いところだから、まあちょっと高知に行くのは良くないかなということで、で、ちょうど運良くというかね、学校にもインターネットが使えるようになったということで、じゃあ今回思い切ってオンラインでやってみようということで、初めてオンラインの授業をすることになりました。で、先ほど増田久美さんが言ってくれましたけど、彼女のお家にはなんとみんなと同じガムランのセットが全部お家にあるんです。すごいね。おはようごおはざいようございます。ます。よろしくお願いします。じゃあ、よろしくお願いしまはい、よす。ろしくお願いします。じゃあ今日も私と増田久美先生と2人で進めたいと思います。ね、だいぶ皆さんもこのオンラインでやるの慣れてきましたか？私たちもちょっとだいぶね、環境に慣れてきましたけど、なんとか3月はね、皆さんのところに直接行けるといいなと思っているんですが、今日もう一回オンラインで授業したいと思います。
で皆さんだいぶ前回よりねまたちょっと音楽の授業で練習進みましたよね。で A と B とそれぞれ練習だんだんできるようになってきたかなと思うんですけど、今日は A と B をつなげるところ、どうやって A から B に行くか、また B から A に戻るかっていうところをやりたいと思います。それとあと一番最初どうやって始まって最後どうやって終わるかなっていうところも説明したいと思います。でその2つを、今日お伝えして、またここから先 A と B をつなげてやって、まあ、最初始まって終わるっていうところまでできるようにできたらなと思います。はい、ではね、最初 A と B をこの間先生の太鼓のリズムに合わせてやるっていうのをちょっとやってみたかなと思うんですけど、一回それで A のところ先生の太鼓でちょっと聞かせてもらって、じゃあ次 B のところ、 B はまたちょっと太鼓のリズムが違ったよね、タンタンタタンタンタンタタンっていうリズムになるんだけど、それで一回ちょっと聞かせてもらっていいですか、 A と B とどんな感じにできたかなっていうの。じゃあやってみます。はい、お願いします。からして。はい。やってみます。6からです。せーの、3、はい。早くなります。早くなって、太鼓がタン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 ってリズムを叩くのがだんだん早くなったら、みんなも合わせて早くなります。なので太鼓とクトの人、ダンダンの人と先生とクトがチームになって一緒にこうリズムをちょっと早くなってきます。で先生が鈴をシャラシャラシャラーンって鳴らしたら、ゆっくりになりますよっていう合図です。そしたらゆっくりテンポを落としてって、で最後一拍の残して待つんだよね。でゴング、ジン君ゴーンって鳴らしてくれたら、みんな最後のと6って叩いておしまいっていう風に終わります。はい、それと一番最初はね、タララ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 ラン6っていう感じで歌をみんなで歌います。タララ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 ラン6、3、1っていう風に始めますよ。ちょっと時間ないけど一瞬だけ前に見てもらった模範演奏の映像をお見せしますから、今言ったようにちょっと早くなって最後鈴が鳴ったらゆっくりになって、最後一拍残して止まってゴングが鳴ったら終わるっていうのをちょっと見てみてください。見えますか？いきます。はい、ここから速くなりますよ、だんだん。とりあえず合奏の今 A と B とつなぎを練習して、だんだんできるようになったら最初どうやって始まるか、どうやって終わるか、今みたいにゆっくりになって終わるよっていうのもちょっとずつ先生と練習してみてください。で来月2週目にみんなで最後発表会やりたいので、その時までみんな先生と一緒にそっちで練習頑張ってください。で我々は来月はなんとか高知に行きたいと思ってますので、そこでまたみんなに直接会えたらいいなと思ってます。はい、じゃあありがとうございました。
よかったら
you
Thank you.
ぜひこれを春の東小学校の、ある意味第二
これを機に皆さんとね、この曲を通して長く、いろいろ活動が続けていけたらいいなと思います。今ね、ちょっと25周年でも演奏してほしいとかいう声も来ましたので、多分皆さんまだ活躍する場所はあると思うので、ぜひこの曲好きになって大事に引き継いでいってもらえたらとても嬉しいです。でもう一つ、音楽を通してみんなで一つになるのってとても楽しいでしょ。で今回ね、これを通してインドネシアの人ともつながれたよね。こういう感じで音楽って人と人をつなぐものなので、ぜひそういう音楽の人と人とをつなぐことで、演奏しながら他の人の音を聞き合ってお互いを思い合って一つのものを作るっていう、大切さをこれを通してみんな学んでくれたらとても嬉しいなと思います。はい、とても嬉しい機会をいただいてありがとうございました。また今後もよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん、お疲れ様でした。いや、もう本当、今日のリハーサルからもう感動してしまって、もう涙をこらえるように必死、もうずっとそんな感じだったんですけど、本当に素敵な音楽を、岡村の曲を聴かせてもらって本当にありがとうございます。そうですね、宮城先生が言ったように、本当岡村は、特にその岡村のいろんな音楽がありますけど、助け合って、お互い助け合って、一人じゃ演奏できない音楽だよね。誰かが出てもいなくなっていなくても、一つの音楽にならないものなので、お互い助け合って、それで一つの音楽を作り上げるっていうことがみんな分かったんじゃないかなというふうに思います。ぜひともこれからも、ずっとずっとこの花見橋の伝統として、神々が演奏されることを心から願っています。また、はい、今日でお別れになるのも本当に寂しいんですけど、でもまた必ず来ますので、一緒に頑張りましょう。はい、以上です。ありがとうございます。